まだ来てないのは誰だ君か第一次世界大戦で志願兵を募るポスター。この変な犬は何でついてくるんだあんたのポケットのハワイソーセージを狙ってるのさ、ジョンブルト、アンクルサム。1897年のハワイ併合時の風刺漫画。黒犬は、日本ジョンブルトユニオンジャック柄のウエストコートの清掃を、した、中年太りの英国紳士である。 ジョンブルが頭に着用している大きなトップハットはしばしばジョンブルトッパーとして紹介される。右の図では片手にステッケを伴っているが、その他にブルドッグを伴っているイメージも参見される。こうしたジョンブルのキャラクターは1712年にドクタージョン、アーバスノットによって創作され、アーバスノットとガリバー旅行記の著者で友人のジョナサン・スウィーフト、そして風刺家、 アレキサンダー・ポップラが手掛けるパンフレット、ローイズ、A ・エボトムリ・スピットに掲載された、ついで大西洋を渡って、アメリカの風刺漫画家、トーマス・ナストなどによって一般に普及したと考えられている。ジョン・ブルのイメージは、新聞の風刺漫画などでも用いられる。テイラー、マイルズ、ブル、ジョン。オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、ドイ。 10.1093レフオディンブ68,195 2014年9月2日閲覧アングメイニアトラディショントラグレーションインブリティッシュファッションメトロポリタンミュージアムオブアートエキシビジョンブロシュア P2 英国パブサイン物語 P154 ISBN 4億3,274万8,119 X ありがとうございます